どうもおはようからこんばんは、殿です。さあ、戦国姫5大友編続きをやっていきましょう。まあ墳墓、まあ墳墓周辺もまあ順調にまあ進めてはきているんですが、どうやら夜のイベントっていうと何かいかがわしい気はするが、果たしてどういう展開になるのか。ほう、二人の人物、私と総林か、それとも総林とベッキーか。女中たちと仲のいいお前だからこそ頼めるのだ。さっきの件よろしく頼んだぞ、相馬。さっきの件どういうことだ。しかしどうした総林、真面目モードだぞ。はい総林様、必ずやお望みのものを献上させていただきます。何を献上するんだ。いつもの二人のやりとりとは打って変わって、まあ完全に主従関係をあらわにしている気はするが、どういうことだ。もしかして敵の患者でも潜んでいるのか。総理様、重政だ。ご用と聞いて馳せさんしたが、ご在室だろうか。中に入って。またいつもの総理に戻っているぞ。一体私のイベントは何だったんだ。もしかして二人でまた何かいたずらを考えていたのか。罠を作動させた。失礼す。それ なんでこんなところに。やはりいたずらか。よかったね大猿で、ちょっと前のバラエティだとたらいが落ちてくるところでしたよ。そうやってね、罠にはまってこうジタバタしててこうあられもない姿お見せできればいいんですけれども。やったー、いたずら成功。そうま、今の落とし方最高だったわよ。いえいえ、なんの中で女中から一番大きなザルを借りてきた成果だな。さすがこの面々だけでなく女中とも仲のいいこの天城相馬こそなせる技。あ、そういう意味で一緒にいたずらを楽しんでいるんですね。小猿を頭に乗っける線も可愛かったけど、こうして大猿をかぶせるのはもっと楽しいわね。前例がいたの。ああ、ちょこんと小猿を乗せた線は可愛かったよな。いや、多分小猿ぐらいじゃね、ジョウンちゃんは多分ね、多分かぶらないと思う。その大きな胸もろもろ。にもこんなことを仕掛けたのか。まったく二人とも何をやってるんだ。そうだ、私も一体何を言っているんだ。まあまあ有事の訓練だと思いなさいよ。当主の部屋だからって油断してたら入り込んでいた暴漢にやられちゃうかもしれないじゃない。そうそう、入り込んでいた暴漢、つまりこの天城相馬にやられるかもしれないぞ。それはその、確かに今のに反応できないのは言いくるめられているぞ。総林様の言う通りだ。じゃあ次はね、金だらいにしましょう総林様。まあ、最終的にはタンスぐらい落とすかもしれませんよ。己の未熟さを自覚させてくれて礼を言う。私はこれから道場でさらなる稽古に励む。それでは失礼する。ちょっと待って、もともと何の用できたんだ。単純に総林に呼ばれただけか。すごいな総林、重政はいたずらされたのに怒るどころか感謝して去っていたぞ。ふん、さすがは納金だ。千と重政は義理だけど稽古中毒なところが姉妹だけあってそっくりよね。そうま、次はキツラを引っ掛けましょう。あの子が慌てるの見たいわ。いや待て、それその後が怖いですよ。
分かったよ総理、今度はアキスラ殿に大猿を仕掛けよう。どうなるの？もしかしてこう落ちてきたら、あの車椅子が多分ものすごいこうドリフトしながらこう避けるとかあるのかな。ことごとく猿の餌食にしてきた。さあ高性能車椅子クロベッキーで移動している。そうま、アキスラが来たわ。構えて、今よ。合点承知。せい、何？ちょっと待って、鉄線硬すぎないそれ。大猿を叩き割る、怖いな。これあのね、怒られるときその鉄線で叩かれはしないだろうな。相馬さんが真っ二つになりますよ。鉄線で大猿が真っ二つなんて。ほら総理もびっくりしているぞ。総理様、相馬殿、そこにいらっしゃるのでしょ。出ていらしてください。もしお逃げになればいたずらへの説教の時間が伸びますよ。ふむ、ベッキーの刀ってあの雷を切るって書いて雷切りって言われてるんですよね。あのナルトのカカシ先生のあのライトンじゃないんですけれども、その雷切りって言われてるんで、もしかしたらその鉄線が雷切りという名前かもしれないぞ。怖いな。すみません。やだアキツラ、これはいたずらなんかじゃないわ。ユージへの反応を見ていただけよ。だけどやっぱりアキスラはすごいわね。ユージへの備えもバッチリって感じだもの。これでご機嫌が取れるとは思っちゃいないが。そうですか、これはいたずらなどではなく、ソーリン様とソーマ殿は有事の際にきちんと対処できるか見ていただけということですね。お父さんちょっと怖いぞ。しかしクリアからザルなど借り受けてまで人の武勇を試すとは、難しいな。ソーリン様もソーマ殿も随分と余裕をお持ちなのですね。いやいや余裕ですよ。順調に文庫も制圧していってますからね。それはその、人をたばかり測ったのです。自らの力量はもちろん、それよりも高みにあるとご自身がおありなのでしょ。さすがカウンターがうまいな。買い物に頻繁に出かける余裕のあるソーリン様の手腕や、ザルを通して女中たちと親しくなることに心を砕いていたソーマ殿の次の戦での成果期待していますよ。完全敗北していますよソーリン様。いや冒頭でもしかして患者が潜んでいるかもとか言っていた私がバカみたいですよ。それについては私の指示で頑張ってくれた相馬が武功も成果も出してくれるはずだもの。大丈夫よ。そうよね相馬。そうですよ。あの九州ぐらいパパッとあの統一して差し上げますよ。からね、もちろん期待に応えられるような成果をあげますとも。さて残る城もあと一つ。まあその直前にねイベントがあるようですが、軍旗を終えたあと我々は豆をポリポリ食べながら今日も雑談を行う。質素だな。それじゃあまた兄様ったら、軍議の時に秋津良様に怒られたんですね。よく怒られるな私。いやあれは軍議自体が終わっていたぞ。なあそんなことまで千に伝えなくていいんじゃないか。この前のあのたらい落としのことか。
そうですよね、織田編のあの信勝ちゃんみたいな感じでしょうね。いいなあ、おかしい。まあ大とぼけっていうと、まあ多分キリシタンですから、まあ多分カステイラとか、まあその辺のコンペイトみたいなのがいろいろあったんだろうな。ですが豆大変平凡ですよ。お、そうそう、コンペイトとかもうないんですか？もしかしてあの買い物に行くのを禁じられているんですか？確かに今回の戦の話は終わっていましたが、あれは今までの戦について振り返る中で出た話ですから、千にも聞いてもらうのが良いと思いますよ。そうだな、姉上、あれもぜひ千に伝えなくてはならないよな。ほう、千に伝える。なんだ、そろそろ元服か。豊前も筑後もほぼ焼酎とは。総林様の代になって大友家はますます盛んになりそうだな。豊前っていうんですね、不前じゃないんですね。総林様のおっしゃる通り、守りではなく攻めに転じたからこその結果でしょうな。いいね、出だしの頃と違って、ね、家臣団がまとまっている感じはしますよ。しかしその戦績もベッキ殿や義弘殿のような勇猛果敢な武将と天城殿のような軍師と働きがあってこそです。そうだ、私が多分9割ぐらいまあ活躍しているとは思うぞ。しかし家臣さん、ベッキーってちょっとベッキーって言いそうでしたよ。そうそう、ちゃんとね、前回怒られていますか、いましたからね、ちゃんとね、戦で結果は出していますよ。謀反人の討伐の時は、まあ、非常時で急ぎだったし、うやむやのうちに考えも通ったが、その後は作戦を理解してもらうのも大変だったからな。そういえば相馬さんの陛下って弓になっているんですよね。織田編では槍だったんですが、まあその辺プレイする大名によってまあコロコロ変わるんでしょうね、あのキャラクターもね。相馬殿、ちゃんと話を聞いておられるのですか？え、ああ、いや、すまない、総理のことを考えていた。ですから家臣たちをこれだけ困らせているいたずらをやめるようにと言っているのですね。え、あのあれだけまあ親父が殺された後結構真面目モードにはなっているが、こういったいたずらは相変わらず続けているんだな。総林様も相馬殿もいたずらをおやめになってくれないとせっかくの信頼を失うことになりますよ。いや、そういうね、あの茶目っ気も必要だと思いますよ。ちゃんと飴と鞭を心得ているこの天城相馬。いや視線が痛いですよ。秋つらが戦や祭りごとに集中しろって言うけど、そんなの無理よ。だって私は遊んだり買い物したりいたずらをしないとやる気が出ないんだもん。そうそう、そういうオンオフの切り替えってね、実際大切ですよ。相馬だってそうよ。いたずらをしない、女の子にちょっかいかけない相馬なんて
おとなしい代わりに何もできない子になっちゃうわ。ひどい割りようだな。いやですが、女の子にちょっかいを出すのは好きですよ。私たちはいたずらあってこそこの成果を出しているよ。その通り、あの結果が全てです。ソーリン様、そんな得意げに言われても呆れる気持ちしか出てきませんよ。そんな顔しないの。これからも草はどんどん続くのよ。隣近所に領地を増やしたくらいで終わりだと思って気を抜かないでちょうだい。もっと先を目指してるんだから、みんなちゃんとついてきなさいよ。ふむ、気を抜かないでください。どの口が言うかって思いますが。お、じゃあ次は龍蔵寺になるんですか。まあ島津攻めるにしても伊東とか相良とか、あとはあの麻生とか、まあもろもろいますものね。というわけで、ソーリンが皆に葉っぱをかけて評議が終了したんだよ。いや、家臣団の冷ややかな目を見ると被害は最小限な気はしませんよ。兄様、なんだか怒られている部分が意図的に省かれたような気がするんですが。そんなことはないぞ、結果が全てだ。いい話のように語って逃げるな、ソーマ。そうですよ、ソーマ殿、私はもっとお二人のいたずらの行状について。あら、ソーリン様はどこに行かれたのですか。ソーリン様、私を身代わりにしたのか。余計火に油を注いでいるぞ。さて、とりあえず敵の城は全て占領した後、どうやら龍蔵寺系サイドのようですよ。鍋島直重かっこいいな、強そうだぞ。まあ龍蔵寺といえばね、信長の野望で言えば私がパワーアップキット版のシーズン2で、まあ、主人公をやっておりましたが、まあ、その高信の、まあ、義理の、まあ、兄弟というちぎりを結んでいるこの鍋島直重、まあ全体的にバランスのいい武将なんで、まあ、いわゆるあの龍蔵寺にとっては、まあ、手綱を引くような、まあ、感じの役割、まあ、ですが、高信亡き後はどうやら主家を乗っ取るに近いようなことをやっていたみたいですよ。では次の相手はね、龍蔵寺になるんですね。しょっぱなから手強そうだぞ。分かったわ、直重。つまり大友家をぶっ潰せばいいのよね。怖いな。思い切り暴れてやるから任せてちょうだい。高信ちゃん、グラフィックはないんですか。さすがは納金軍団龍蔵寺家。最終的にはそうなるように運びたいですが、今はまだその時期ではありません。高信様は素晴らしい武勇をお持ちだから、当主として陣中の奥で考えを巡らせる。先陣を切りたいのも分かるのですが、まあ、そんなことをしているから後々沖田縄手の戦いで島津軍にボコボコにされて、高信が討ち死にする結果になったと思いますよ。ふむ、じゃあ龍蔵寺系サイドのメインキャラはいわゆるこの鍋島ちゃんになるんでしょうかね。まあだけになるんでしょうね。じゃあもうちょっと簡単にどうすればいいのか教えてよ、直重。多分実際高信、まあ能力は高いんですけど、まあいわゆるグラフィックはモブ武将なんでしょうね。まずは大友家と敵対している大内家や秋月家に働きかけ協力を求めます。そして
我々の武力だけでは足りない部分を補ってもらうのです。協力がうまくいけば、たとえ勢いのある大友家でも抑え込むことができるはずです。そこを叩いていきましょう。ですが戦略パートで我々毛利家と同盟を組んでいるぞ。まあそれがね、後々吉と出るか京都出るか分かりませんが。ふうちょっと急に場面が切り替わりすぎですよ。まあ信長さんみたいにね、説得してね、あの敵を味方に変えるっていう方法もありますが、相馬さんそこまで腕はないかな。相馬いる？いますよ。いや中に入って顔を見てるんだからいるのも分かってるだろう。なんだ随分とご機嫌だな。何かいいことでもあったのか？そろそろ金平糖でも手に入れたか？それはまだ秘密。相馬はなんだかいろいろと頑張ってるみたいね。部屋の中が巻物や本で随分と散らかっちゃってるし。ふむ、じゃあ今度は私抜きでいたずらを考えているのか。頑張ってはいるが、成果が出ているかは謎だな。まあ座るがいい。あの別にブーブークッションとか仕掛けてないから。他人事みたいに言うなよ。俺、お前が俺に命じたくせに。相馬ならできると思ったから任せてるのよ。だけどなんだか疲れた顔してるわね。ちゃんと糖分取ってる？甘いもの食べないと考え事は甘くいかないわよ。いや欲しいですよ、コンペイト。いや、それとも疲れているならそういうことか。いや相馬さん最近溜まってますからねまたあの風呂のシーンをおかずにするのか。そうそう、そのままキスしましょう。甘いものか。そう言って相馬は総理の目をじっと見た。ねえ、クリアに羊羹をつまみ食いに行かない？ちょうど私も甘いものが食べたかったのよね。またそんなことを考えて、昨日もいたずらしてアーキスラ殿に怒られたじゃないか。それに俺は当主様の命で検索のために頑張っているから時間がないんだぞ。いや、むしろ総林様をパシリに使ってもいいんですよ。いや、理性を抑えている相馬さん。ガチコチに策ばかり練ってると頭が固くなってうまくいくものもいかなくなるわよ。ちょっと気を抜くつもりで私のいたずらに協力しなさい。いや、別のものを抜いてほしいつもりはありますが。そんな難しい顔で一人で背負ってたら相馬が潰れちゃうわ。辛いなら辛いって言って協力を求めればいいのよ。相馬が手を伸ばせば協力者はいっぱいいるわ。そうかな。以前結構冷ややかな目から家臣から冷ややかな目を向けられていたが、ちゃんと協力してくれる人はいるのか。相馬は昔から何でも一人でこなそうとして無理しすぎなのよ。よく見ているな。本当ですよ。抱きしめたいとかキスしたいとかそんなことばっかり考えてるんですね、相馬さん。じゃあ総理、筑前攻略を考えるのが大変だから手伝ってくれるか。嫌だよとか言いそうですよね。私軍師の相馬にすごく期待してて
どんな策が聞けるのかいつも楽しみにしてるから、今一緒に考えるのはちょっとな。やっぱり結果が全てか。あ、でも羊羹を食べさせてくれたら考えてもいいかもしれないかな。おつまみ食いは成功。また怒られることになるぞ。あ、しかし割と厨房雑だな。大丈夫か？ほう、筑前への進行が可能になりました。ふむ、筑前というとこの辺か、まあ、いわゆる大内とか、あと秋月の、まあ、城を攻めることになる。でこの辺が龍蔵寺になるんですね。でじゃあ次のイベントがあるまでは、まあ、カットしていくということで、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。